J3 のテゲバジャーロ宮崎は24日、トップチームの監督に、内藤成コーチが就任することが決定し、として、発表を行った。今シーズンの J リーグはダゾーン。いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し、施中。この度、テゲバジャーロ宮崎の監督に納む、しました、内藤成行きです。この大変な世の中で、カーに携われることに感謝し、真摯に何事に取り組み、宮崎の希望になれるように頑張り、すので、ご声援よろしくお願いしますと、内藤慎忠氏は、就任に際してコメントしている。内藤氏、1967年生まれの53歳。現役時代には、鹿島アントラーで J リーグ黎明期の主力メンバーとして活躍、他他、FC 東京、アビスパ福岡、ボルカ鹿児島でプレーした。指導者としてはサガン鳥栖の U18、忠氏や、トップチームコーチ、モンテディオ山形、チ、アルビレックス新潟ユースコーチなど、歴任。昨年は、ポルベニルアスカ、関西一部で監督を、めていた。J リーグクラブのトップチームをリツ、ルノは、自身初となる。宮崎は、昨季 JFL。日本フットルリーグを2位で終え、2021シーズンから J3 に初参、2018年からチームを率いて J3 昇格に導いた倉石慶前監督はヘッドコーチを務めることが発表されている。両。